だけの生活か。僕は不満じゃないね、団地ってやつは。砂のようにこぼれ落ちる人とのつながり、誰も私を受け止めてくれない。イコナさんっつったでしょう。同級生だよ、大学時代の。ほら、こないだ変な人に会ったって言ったでしょ、バタ屋さんで。それがイコナさんなのよ。あの男に構わない方がいい。いいね。彼との出会いが彼女の日常を一変させていく。あれ、あなたんちの玄関に飾ってあったやつじゃないの？これどこで買ったの？いつも変に立派な犬を連れて歩いてるでしょ、あのとこからです。奥さん、なんだか私分かんなくなっちゃった。イコナさん。奇才ハニススムが描く男と女の奇妙な物語。おい、ですよ。分からないんだ、君にとって彼らは何なんだ。君はあの連中に憧れてるだけなんだよ。違うわよ、エイチさん。何をしたいんだ一体。分からないわ、分からないから確かめようとしてるのよ。最後に待つ衝撃の結末とは。初 DVD 化、彼女と彼。